俺の区間は AWF。 はい、どうもスコレです。今回はですね、まあ0時回って謎のイベントを開始されてますんで、そちらの方をちょっとしていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがまあメールの方に来ているんですよね。メールの、まあ、こちらのね、お詫びのお知らせってやつですね。はい、エイプリルフールのプレゼントを開けますよみたいな感じで来てるっていう。まあなんかこれコメントの贈り物らしいんですよね。とりあえずこれ今受け取っておいて、これをまあ人に送ればいいみたいな感じっすよね。イベント他にはね、特に始まってないんですよね。そう。特にイベント他になんかあるんかなと思ったら、ないっていう、マジでみたいな感じなんですけれど。まあ一応そういった具合ですよね。もっとなんか色々あるんかと思ってましたわ。意外となんもないっていうね。意外となんもないんだよな。とりあえず、まあコメントの方から送ればいい感じ。まあ栄養ランクね、ありましたもんね。期限付き。あ、待って、俺めちゃくちゃもらえてる。期限付きの贈り物。ありがとうございます。これ何が買えるわけや、期限付きのやつ。あ、そういう感じのやつがもらえるんだ。コメント欄、ふざける。っていう。なんで動詞なの？名前がどうして？どういうこと？これでも自分に送っても使えるんですかね？自分に送れるかな？あ、送れるやん、自分に。あ、自分には送れねえんだ。いや、それめんどくせえ。自分に送れないの。え、意味なくない？それ。めんどくさいな。人に送れってことか。とりあえず送っていきましょうかね。人に送ったら、どんな感じ？一気にこれ20個とか送れるんかな？合計160金券。え、160金券って何？いや、俺21個持ってるじゃん。あー、なるほどな。持ってるのは5個やけれど、さらに送りたいんだったら、金券が必要ってこと？めんどくさ。で、交換できるのもこれしかないんだ。期間限定しかないわけ。ここら辺とか交換できないもんね。使える贈り物。え、コメントのあれしか交換できないんだ。え、意味な。普通に意味な。これ、マイトピアに実は、あれなんですよね。今回その新しく、荒野大運動会実装されとったっしょ。あれのですね、設置物を、なんと置けるようになってるんですよね。はい。こんな感じでまだ見れませんけれど、ね、荒野大運動会のものを置けるようになっていて、これワンチャン、マイトピアで大運動会の場所を作れるっていうね。めちゃくちゃしかもこれアイテム多いだろう。これいくつあるの？新起動板みたいな。レア家具は購入でき、レア家具なんだこれ。購入無理なんだ。地盤 B、地盤 C とか。まあやけん、上にその地盤作れるって感じなんだな。エフェクト付き壁。あ、エフェクト付き壁あるやん。え、待って待ってね。眩しくてなんもわからん。エフェクト付きが、本当にエフェクト付きの壁やん、これな。なんだこれ。どういう壁こういうのがね、新しく実装されてるんですよ。うん。ね、こんな感じで。どういうこと？まあ一応ほとんどは今見れないんですけれど、プラットフォームとかだけど、プラットフォームやばくない？プラットフォームやばいでしょ。でかすぎる、あまりにも。でかすぎるだろ。でかすぎる。めちゃくちゃでかいじゃん。こう過去最大の設置物来ましたよね、これ。やば。キューブ障害物とか。いやー、めっちゃでかいじゃん、これ。でかすぎる。まあ、こういうのが実装されていて、今のところまだ設置できないんですけれど、まあ、今後まあ、使えるようになるっていう具合になってますね。OK です。とりあえず交換できるようになりましたんで、交換していこうと思います。こちらの方。結構ね、贈り物もらったんですよね。これ以上もらってもどうするんだってぐらいもらったんですけれど、まあ、1個しかこれ買えませんからね。他にもなんか使い道があればよかったんですけどね。コメント欄ふざけると。どんな感じになるの、これ。装備。着せ替えと。あー。まあ、ちょっとだけ変わるって感じか。それだけですか。